好きだよ、お前。ああ、早く寝ろ、バーカ。な。呼んでこいよ、てめえの兄貴。おめえの兄貴なんか、俺のことなんか、ほっときゃいいよで言うよ。その兄貴が、な。きちっとしてる人間だったら、ああ。 俺その兄貴と喧嘩してねえからおめえが間に入ってガチャガチャお前引っ掛けましてるだけだろああお前が怒られるぜお前が行儀悪いよってそりゃ普通だろうが銀次は別に俺に一山んつけてねえよこの15歳っていうのが銀次のことを 追い込んでいいかって、俺に質問してきてっから、そんなんてめえが好きにやり合あいだろって言うんだよ。うるせえやから、この奴てめえはよ。お前はもう俺んとこ来なくていいからな。はっきりすから。気持ち悪いし。悪いけど。出番ねえから、てめえ。だから上がるんだったら枠取り直すからっつってんだよ。返事しろよ。おい。これは僕やろうぜ。 こんんなもんだぜ森友俺はやるんだったらやるよコラボグ。はんじゃあ熟装も上がるコラボグやったらお前上がれんの何がいじめられっ子タイプだよはあ <laughs> アカウント作ったのに <laughs> じゃあじゃあコラボしてみればじゃなくて、あうん。車そうなんていうのは俺の構想来たこともねえし、どうせロブってただけで、こういう展開になったから、な生きて上がってるだけだから。ああお前の声聞いてどうすんで、ね、こっちはこっちでやる。え、だからお好きにどうぞ。それでいいな。だからもうコメントしねえでくれ。あえてブロック入れてやってねえんだよ。おめえの、 クソみてえな、ヘタれ具合を見せるためにみんなに。いやらしいな、俺も。普通はね、一発ブロックなんだけど、こいつが、超ヘタれなのを、うちのリスナーにお分かりいただけたらおうか。ここが俺欲しかったのよ。いやで、来いよ。じゃあ黙ってろ。さじくソこの野郎。ああ。 以上です。ってことでね、そんなに怒ってはいないんだよ。だって最初からこんなの、コッパだったら分かってるから。なんか変なこと、なんか、掲示板に書いてあることとかさ、そんなの読んでさ、はぁはぁはぁはやってるでやつだから。まあ、まぼろくな、銀次ともめたきゃ、銀次ともめろよ。 アカウントも分かってんだから。DM でも何でもツイッターで送ればいいじゃねえかよ。個人的にやってくれよ。俺死なねえよ。俺、銀次と個人的に付き合いねえんだから。な。俺が可愛がってるんだったら、リアルで会ってな。おいっつって、銀次よって。バンボ豆腐15世とお前なんかあっ,ったのかって。じゃあ、そしたらここで俺がな。 魔法道ちょっと待って、俺は話、ちょっと聞いてくるから。なるけど。なんだよ、その滝さんはって。あの、別人の名前を出すのはやめてくれるあんたが文句あんじゃないのええー。じゃあ、その人がやればいいんじゃないのうん。あった その人がやるんでしょあんたじゃないんだ。何をあんた生きてんのあんたじゃねえんじゃねえかよ。つっかえねえな、こいつ。おい、兄貴兄貴とかよ、さっきから言ってきけどよ。お前、射程がやるやんまよ、お何が本気だからだよ。<laughs> あお好きにどうぞ。はい。俺は別に、俺関係ねえことだから。ああ。 だから銀次がまいたことだから、銀次にけじめ取ればいいじゃん。なあ俺に言ってくんなよ。知らねえよ。だから、じゃあ分かったよ。15歳。好きにやりゃいいじゃん。やってもいいんだなってさっき書いたろお、いいよ。うん。俺の友達でもねえし。どうぞ。これでいいでしょ。 うん。<laughs> それでいいんだろ生きてんだよ、おめえよ。バカがよ、なんか、脳みその中頭おかしくなってんじゃねえかそれが佐野の答えだろ、うん、好きにすりゃいいじゃん。銀次のこと、おめえ、さらっちゃいいじゃん。うん。俺知らねえよ、んな会ったこともねえ人間。銀次も相当、あの、 うーん、けのわかんない子コメント打つから、俺も手焼いてるから、な、15歳かよ、さーっと、きれいにしてくれたら、その方が楽だわ。ああ。頼むな。あいつも、俺に、お前、いい加減しろよって言われてるぐらいだから。なあ 知らねえよ、何やるのか、だって本人言わねえんだもん、ビビってあの男、お茶店ありがとう、工場は KPJ、J がわかんないけど、うん、ナムルさじくそ、その人は来てませんはい、お疲れさんです、ポンプはい、こいつはね、こういうポンプ、うん 嘘は言っちゃいけない。はい。ブロックです。さよなら。ダメなんだよ。嘘はダメなんだよ。はい。さよならね。あからもう、コンテコイン投げても、お前お来るな、もう俺のとこああ。ブロックだ。てめえは。精神病院行っとけ。 お前自分でよ自分の顔を見てみろ。あ年がら年中いろんな放送行ってよ何切ってんだかしんねえけどよてめえの件で俺んとこに文句もよ山ほど来てんだよこの野郎。いやちゃんまんが可愛がってるって聞いてるからだけどあれひでえよみたいなな。勘弁してくれよ。あ,あ かわいってねえかんなってめえのことなんか。お前なんかただのパータロだろ、お前。おい。来んな。お前は、ツイキャス永久版なんだよ。何個アカウント作れるのか知らねえけど。諦めな。もう、お前のことなんて誰でも相手にしてねえんだよ。ケンちゃん、お茶でありがとう。おいっす、ありがとう。 こういうやつには、はっきりね、みんながね、言ってやんねとダメ。いや。いやいやそ、そう、まあみんなああいうこと言うけど、あの、また戻ってこいよとかさ、仲良くやればいいじゃんとか、その甘いこと言ってるとダメよ。これはバカだから。ああ。こんなのバチンってぶった切るか。 どっちかしかしね森友そうだよなこいつがいてもいなくてもいいんだもんお前何やってんのあ俺はむしろあんたがコメントね打つことによってなんかいかにもなんかうなちゃんマンと が、かわいがってる体で言われんのああ。気持ち悪いんだけど。けんちゃんたまの YouTube 見たけど頭の回転早いね。だ、誰のああ、森町も、うん、まあ、それはいいんだけど。うん。佐野くん、落ち着けよ。 だから、俺も15生とは、喧嘩はしてないだろって。だから、銀次とそっちの件は、俺は、好きにすりゃいいじゃねえかよ。うん。ただし、俺が銀次に注意することはないよ。うん。そこはわかってくれよ。うん。豆腐が、あ、麻婆豆腐がな、 間に入ってんだったら、その、タキさんっていう人と話して、いや、まあ、チャンマンは、あの、別段深いディープに絡んでねえし、って。だあこっちの話はこっちでやったほうがいいですよってや、それは、15歳の兄貴だったら、あそっかそっか、ああ、ったあった、そうでしょそこは頼むよ。そしたら、 15世だってまた俺んとこ来て、ちゃんまよって。まあまあ、銀次の件は、だから俺はかばってねっつうの。うん。かばったか俺一度でも。その、たきさんと15世との、そのトライアングルの関係の中で。知らねえよ、もう。やめなよ、もう。あ、やめなよとは言わない。<coughs> 答えは早くに出したほうがいいよ。んなの。いつまね、引っ張るより。俺知らねえもんだって。そこだって俺噛んでんの。何でも一ミリも噛んでねえで。うん。俺銀次のことはここでも強烈に言ったから。お前よって、この野郎って。すいませんってあいつコメント打ってんだから。な、俺んとこ放送来て。 銀ちゃん銀ちゃんって俺は確かに言ってたかもしんねえ。だけど、なそれで調子になってよそで悪さしてんだったら、俺死なねえよって。おいっつって。俺言ってるよな、カルビな。と、すいませんでした。すいませんでした。俺うなちゃんマンと仲いいからとか、どうせ吹いてんだろ 仲がいいんじゃねえんだよ。うなちゃんまの放送に行ってコメント打って読んでもらってるだけの関係だろうわよ。それ使うんじゃねえよ、のそんな奴ら今までいくらでもいたんだよ。だから、15世な、そこは、あの、俺はもう、ほ、掘らねえよ。うん。だからそれは、15世が自分の中で収めて、あとは、あの、銀次と、その、 兄貴の話でやってくれりゃいいよ。うん。俺は、あの、ストッパーにはならないからね。うん。カルビな、あの野郎。何回俺ら俺に怒られてんだよ、てめなこの野郎。佐野くんと話して、話してないって、会話したこともないんだって、15歳。ここのリスな、みんな、俺と銀次が、 会話したことないよね。文字に俺が返事してるだけだよね。で、変なコメントを打ったら俺怒るよね。何やってんのお前小島やそば、お前小島屋そばお茶てありがとう。ありがとうございます。どんな人、そうだよ。俺はだって個人的な付き合いはゼロだから。 ただ彼がどこの放送に行って、どこで誰に何をやってんのか、俺知らないよ、そんなの。うん。それはだから、マーボー豆腐が、やればいいことで言う。いや、銀次じゃないよ。だからその人が怒ってんだったら、 その銀次に対してね。うん。それはその人に、やればいいじゃん。そこは揉め事としてあるんだったら。俺知らねえもんだって。うん。だからそれを孫殿が、俺んとこへ話持ってくるのおかしいじゃん。いや、今ここで銀次がコメントしてるんだったらいいけど、 一切、多分な、麻ーボ豆腐な、銀次今日ビビってコメントしねえと思うよ。ってことよ、答えはもう出てんだよ。いつもな、銀次は確実に、あのー、コメントは打つのにな、麻ーボーがいるから、ああ。もういいよ、瀧さんで。わかるよね、そなそな。 さあ分からねえかなあまあいいよそんなことはその個人名とかいいからうんねまあそこはだからアボドーフが個人的にやればいいんじゃないこの兄貴と言われる。 人とった、そこまでのことを銀次が何かやったのかな、みたいな。いや、そこは俺知らねえもんだって。うん。だから、あの、インターネットって顔も見えねえし、揉めたら結構ひどいことになるのも分かってっから、俺も。自分がやられてるからな。うん。 ああ、だから、マボな。銀次が、もし俺のところにコメントを打ってきたら、マボどう15世っていうのが、あの、銀次に関しては、ちょっと、話あるって言ってるぞ、と。お前どこで何やったんだ、ぐらいのことは、そこまでしか俺言え、言えねえよ、内容がわかんねえから。それは言うよ。うん。そこはお前、ま、 んなんかやったんかぐらいは聞くけど。それいいマボーそれ以外俺だって今の話の中で言えることねえもん。は佐野くんあんまビビん。あっ、そっちはないよ俺は。だって俺誰と揉めてんのあっ、俺をビビらせてる 手でここに来てんだあじゃあ好きに銀次はニルラの役くなりやってください。よろしく。俺は関係ないんですいません。じゃあブロックです。さよなら。こういうことだったのね。銀次使って最終的に俺をなんかビビリ手にしたかったのね。ごめんね。もうブロックです。 遅いよ、話なげえな。最初からやれよ、お前よ。ちゃんとして。お前なんか、もういいんだから。いられんだから、もともと。付き合いねえし。なんか名前出したりよ。頑張ってくださいよ。うん。ね。 なんで俺がビビんなきゃなんないの今の話で。え今のやりとりで、俺がビビる要素ゼロなんですけど。だから俺が言ったんだよ。だから今度議員に来たら、お前なんか揉め事あったのかよし、その麻婆豆腐なんとかっていうやつが言ってたで。滝さんは存在する人なんかね、いません。 少なくとも、俺は知らない。横田、いらっしゃい。知らない。うん、会ったことも多分ないと思う。<laughs> うん。まあ、そういうことです。どうろがビビんなきゃなの知らねえよ。 だ森友なんかもあのよく俺の放送の持ってるけど銀次は行儀悪いよあれだから俺はちょいちょい怒るダメだででちょっと半グレっぽいトークとかもするじゃんただの普通の小僧なのにまあまあ俺の放送見てる人はなんか俺ちゃんまんとこ 言って。大津だね、大変、大変なんだよ、もう。だって。うん。いらねえじゃん、あんなの。使うもんになるあれ。ねえ。なんか変な映画を見すぎなんじゃないの ?VCM とか。やめんな。あれは作り物だからね。うん。やめといた方がいいと思いますよ。うん。インターネットはね。 生きりゃ、生きってできるけど、リアルはそうじゃないからね。俺ももうリアルは、なんだろうな、うーん、静かにしたいと思ってるから。インターネットはね、うん、わけわかんないのがいるから、うるせえな子のやろうと思ったら、カチンってなるけど。 こうやって見ると、アンチって面白いケンちゃんそうよ。だから突っ込んでいって、詰めると、だからさっき言ったや、おめじゃあ、いよ、すぐ枠開け直してコラボ枠取るからよ、って。上がるって言った、その質問に関しては、一切仕方だから。あいちゃん銀次は森友だと思ってました。 アンチさばきが面白い。まあ、俺はそんなさばいてない。だって今のやつなんて知らねえんだから。なんだよ、麻婆豆腐15世ってよ。知らねえよ。俺の兄貴が、俺の、俺の、俺の兄貴を知れ。うるせえよ、ほんとに。答えろ、こっちも。俺はお前のには返事はしてやってんだよ。 てめえがこっちの質問に答えてねえんじゃねえかバカパータロがよ。脳が溶けてんだああいうのは。ほっとけ。うん。いかれこんちだ。な。そんなことよりな俺はなあのマーボー豆腐あたりにとか銀次とかの話とかな。 あんなんじゃなくて、傍若夫人に振られてんの、てめえら。おなら、どうすんだよ。なんだおらや。何あいつのラストコメント。んなんかどっかのジジイか、あんちゃん探して、なんだおら ん舐めとるんかい、アイちゃん。お茶店ありがとう。レビアは笑うだろ。だからそういうところさ、あいつのさ、ラストコメントセンスもさ、なかなかに秀逸なんだよ。もう、それはループゲーです。お前ら全員見てんじゃねえよ。この野郎。 どこらじじいに行くんだよ。どこらあんちゃんに行くんだよ。まずそこをまず教えろっつう話だよ。なら、冗談じゃないよほんと。まあまあまあ、まあ、ループ芸かもしれないけどでもあの放送自体はな。 あの放送自体は、お前らは、ちょっと、ワクワクなわけじゃん。だって、俺な、ここで言うけど、俺のすべては、あいつは知ってるの。わかる俺のプライベートは、あの人は、ほぼ、オール把握してるよ。ああ。 だから怒られたら「ごめんなさい」だからね俺「我々」っつっごめん」だからさその ATM とかさ言ったのはさうんなんだろうなそうだよ森友は全部知ってる俺のことは。 天気待ってんねん家にんじゃんまっ1、ま、週間に3回も来るんだからよ。だろ普通に考えりゃ。俺と配信外での話も配信外は俺 また、トークが違うから。うん。うん。だけど、この人になら、別にいいかな。別にいいかなっていう言い方はおかしいな。うん。知られてもいいかな。知られてもっていうか、隠してることはあんまり俺はないからな。全バレだから。配信者的には、 あんまり裏がつくないようにしてるからね。うーん。だからさ、今日のさ、配信も途中まで聞いててさ、あいつ、いやいやいや、森友な。まあ、森友ばっかり、松毛ども来てくれてるけど、あいつ、お金落としたの嘘じゃない それはねえよ。俺はそういうズルはしない。ちょっと待って。え、お前、俺が、ズッコだと思ってたのかよって。え、俺、そういうズッコはしないよって。うん。やるならもっと、 とんでもねえずっこやるよ。ああ。大体さ膝両膝両膝スライディングで額に傷ついてなみなみで <laughs> 寝てて警察に起こされてって金ねえわと思って。 俺がここで嘘をつく理由がないよね。マジで。うん、いや、うん、俺はそんな、えまあ、俺基本的には、うん、持ってる金は全部いい、い 持ってるタイプだから、やっちまったなぁと思ったなあーと思って。うん。だから正直坊ちゃんに、銭金を落としたときに、LINE で、 坊ちゃんあの実はこう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 いうわけでって金落っことしちまったんだけどってで計算していくとこうこうこうでこうでって、まあ、言ったのでも毎月いくらかでも返すからちょっと用立ててくんねえかなは送ったそれは事実 でも、坊ちゃんはそれは言わなかったよね。うん。言うところと言わないところはあるから。もうほんとギブだったから、俺。うわ、やべえな、これってって。うん。だから、嘘はつきたくねえし。うん。 あとはリスナーさんがうんどう思うのかは別だけど俺は結構シンプルに生きてるからややこいのは嫌いだからね陰と陽の まあまあ、もちろん「用」はあんまり礼であおさ意外と「陰」が多いんだよななんかな、失敗野郎だから俺大体 <laughs> いいあの失敗おじさんだからうんでさ今日もさ坊ちゃんが放送やっててさ あの、漢字二文字の女とか、ああいうのは、やっぱ坊ちゃんの脳みそのどっかに入ってんのかな俺別に、お、あの、口説いてねえからなもあるもう、もう、もう、あ、そ、それもあるそういうこととか、 だから、いろいろあるんだろうな。アウサ、10年前はすごかったけど、今、いいんだよな。女から金せびるって情けない。ああ、アウサ、だって、そんなこと言ったら、G の650万も全部使い切ったぐらいだし、うん。 情けないかどうかはわかんないけど。自分自身で何とかしていかなきゃって常に思ってるから、俺は俺のリスナーさんに薄く長くお願いしますっていう感覚。だから、なんだろう、イベント企画はやらないでしょ ねえ、にな,なったらいくら入ってくるとか、俺やらないじゃん。そこじゃないんだよ。うん。ねポスターに降りてとかさ、CM に出てとか、そんなのはどうでもいいんだ、俺は。俺は俺といつも楽しく会話をしてくれるリスナーがいてくれたらそれでいいだけ。 そこに、あの、プラス、うーん、佐野の生き、生きる術がね、もらえたらいい。贅沢には俺は言わないよ。うん。 会うさよ。これガチで言うよ。花火投げてくれたら、一杯飲みます。目の前にいねえ女に、酒飲ますやつなんかいねえよ。接客もしてねえんだから。これ、ガチ話。バカなのかなと思う。システム的に。 どうもみんなリスナー。森友もそうだろうし、スケドーもそうかもしれない花火とか、一杯投げ、ねお前が飲む酒を、別に、そうだったらキャバクラ行って横の女に、一杯いただいていいですかになるだろう。お前面白いな。 なったら、横座れよ。じゃあ、場内入れてやるよ。なんもねえのに、ほんとことんなんか花火が飛んだとかよ。なんだかんだでよ。で、あれ、こんなこと俺言っていいのかな。グラスの中、半分ぐらい飲んで、ずーっと置きっぱだからな。 それで投げるリスナーがいるんだからいいと思う。うん。まあ投げてる人はそれでいいんじゃない人の店ってどこの店ですか ?HG。俺どこの店の名前も今出してませんよ。 どこの店ですか何一つ名前出してないんですけど。どこですかあなたの飲み損にはどこが思い浮かんだんですか気持ち悪い。ブロックです。さよなら。サムネも、俺のサムネにすんのはやめてください。気持ち悪いんで。 俺もじゃねえから。はい。さよなら。はい、ブロック祭りでーす。アオサももういらねえかな。自分の心配した方がいいぞ。だって俺、アオサに心配されたこと一度もないよ。え俺の心配してくれたことあるかな してくれたんだったら、そうだな、青さな、って、こないだ俺のことも結構心配してくれてたからな、うん、俺もうちょっと考え方変えるよとか、そういうさ、ポジティブな話したいじゃん。何自分も心配した方がいいよ。うん。聞いてんだよ、この野郎。 あ、はあ、連闘してて、こうやって突っ込まれると、コメント押せんだけど。なあ、ブロック入れてねえのに。なんだお前。聞いてんだよ。金太郎野郎がよ。 アウサー君聞いてるんですよおじさんは脳ガばっかり垂れやがってよあ女に金せびるぐらい困ってんだろ自分の心配しなさいよえー 成り立ってりゃいいんじゃないあなたは俺に一度も、何がしかもない人間に言われたくないんで。アウサーがね、おい、ウナよ、俺もよ、お前が困った時、いろいろやったけど、今、 頑張ってやれよって言われたら、そうだよなって、会うさ。お前昔俺のこと助けてくれたよな。分かった分かった。俺も甘えすぎたな。っていう展開になるんだけどね。君は一度もないです。はい。気持ち悪いんで皇帝とかさ、うーん。バカが、ギリ、ないんだよ。ないってことは、脳がきも垂れるな。はい。これで答えが出ました。助けるギリがない。 ってことは、脳書きも垂れるな。以上でーす。どうだろう、みんな。助ける気か。助けてくれって俺言ってるわけじゃないんだよ。そんなの助けるような、助けてもらったもんねえ奴に脳書き垂れたくねえよな。なんだおめえって。あ 田んぼでも高い人よ、この野郎あ。どうせ田舎の農家だろ、お前。あ中靴履いて歩いてろ、バカ